ベーコン激うま。ベーコンうまいけどめっちゃしょっぱいな。これこそ米欲しいわ。うんま。おはようございます。2日目、今日の練習は3時半からということで、午前中はお土産を買いに行きたいと思います。で楽しいクリスマス。とりあえずお土産、キーホルダー3つぐらいと冷蔵庫に貼るようなイギリスっぽいの買いました。今日本でいうイオンみたいなところに来ました。いやはい、ということで2日目の晩飯でございます。今日の晩飯はチキンカレー、ライス、サラダ。おーイエー、いただきます。うん、サラダのドレッシングバリ酸っぱい。これがパスタ、これチキンカレー。うん、もうね、ライスがすごいよ、もじゃもじゃ。はい、ということで2日目終了。マジ疲れた。今日の反省していきたいと思うんですけど、昨日はサブサブ会場での練習だったんですよ。で、2日目はサブ会場と本会場が使えるということで、言うたらね、会場にタンブリング板が3枚あるんです。3本あるんですよ。すごくない？まずその時点で3個あんだよ、あんななっけえのが。
っていうくらいすっげー広い会場なんだけど、まあ、昨日サブサブ会場でやりましたと。で、硬かったっていう話したと思うんですけど、サブ会場今日やりました。やばかったんです。どういうこと？もうなんかそのさ、一定というものがないんだっていう、本当にねびっくりするぐらい違う。もう昨日のサブサブはめっちゃ硬くてなんか板蹴ってるみたいな感じだったのに、今回のサブはやばいみたいな。で、本会場もまた違う硬さが、やばいというか。でもね、サブ会場はなんかしずさんでやってる時に近いような柔らかさでめっちゃやりやすくて、サブ会場45分練習で本会場45分練習なんですけど、もうね、サブ会場でね45分みっちり練習しちゃったせいで、本会場でねもう疲れちゃって、膝がねちょっとあのテーピング巻いてる、どうしたんですかっていう声あったと思うんですけど、そのね膝がちょっと痛くなっちゃって、まあタンブリングはやっぱりね1時間以上ちょっと練習するのは厳しい種目なのかなっていうふうに思いましたね。本当にめちゃくちゃきつい。すんごい足パンパンでね、湯船がない、湯船に入りたい本気で、シャワーしかないの、ほんでさ、何話そうとしたっけ。あ、そう、ほんでね、うんこ出ないなんかめっちゃ下っ腹にうんこがいますね。めっちゃいる。なんかもう、いや出るんですけど、最大まで出てないと言いますか、なんか質量分は出てるけど、最大級のなんか有害なものは排出できてないみたいな、そんな感じですかね。とにかくね、今日はねやりすぎた練習を、で、まあ今日の反省はこれでいいとして、明日3日目ですね。明日が最後の練習ですかね。8が最後の練習、9が女子の試合、その日は練習はできないので応援で、10が僕たち男子の試合ということで、まあ1日ね体を動かさないオフみたいな日があるんで、まあその期間しっかり膝を治して、いやもうこれ明後日の話しとるやんけ。明日も撮るんだから明後日の話しなくていいんだよ。もうねきついんで、今日はしっかりとご飯も食べたんで、シャワー浴びて寝る。ということで2日目終了。皆さんおやすみ、バイバイ。今日本食を最後に食べてから3日が経過したんですね。で、まあ、食べ物の変化とかそういうものでウンティの方は出なくなる可能性があるみたいなんです。だから結構ね皆さん日本食を持って行ってこの試合期間中食べたりするみたいなんで、僕もね一応ね日本食ちょっとだけね持ってきて、で今回ねこちらのどん兵衛を後輩ちゃんからいただきましたので、この日本食です、こちら食べていきたいなと思います。これでうんち出ます。あ、すいません、どん兵衛、このうんでが出ます。
でさ、どん兵衛って普通にさ、その夜食としてもさ、うまいよね。飯テロだよね。まあね、今夜飯食ってからまだ20分も経ってないと思うんですけど、まあ、このサイズなんで食べます。え、激アツ激アツ。しない。発せない。発しない。箸で決めた。なんかもう流れ込んでんのが分かる。今日は今思えばあったかいのが水分系飲んでないな。そのあったかいやつ。完食。おやすみなさい。